着いた。着きました。皆さんこんにちは。真冬の朝、会社に行こうとしたらエンジンつかない。よろしくお願いします。今日の動画はですね、予期せぬトラブルにも対応できるアイテムをご紹介していきたいと思います。車のバッテリー上がりに対応できるアイテムなんですけど、それがこちらになります。ででん、オートウィットから出ているジャンプスターターになります。例えばなんですけど、皆さんも経験済みかと思うんですけど、バッテリーが上がる時って突然来たりするじゃないですか。真冬は特にそうですし、夏場とかでも日頃運転してないで旅行に行くと突然帰省先でバッテリーが上がったりとか、そういう経験一度はありませんか？ロードサービスを呼ぶっていう手もあるんですけど、時間がかかったりとか予定が狂ったりして、知らない土地でバッテリーが上がると助けも呼びづらいですよね。そこで今回は、一つは持っていて損はないジャンプスターターをご紹介していきたいと思います。まずこのオートウィットのジャンプスターターは、いつでもどこでもバッテリーが上がった時に緊急充電ができるアイテムになってます。他のジャンプスターターと違うところは、このジャンプスターターは本体を充電する必要がないです。バッテリーが上がった時はこんな感じで、付属のワニ口クランプを上がったバッテリーにつなげるだけで充電ができます。なぜこんなことができるかと言いますと、このジャンプスターターにはスーパーコンデンサーというのが内蔵されてます。これはですね、上がったバッテリーに残ったわずかな電力を一旦こっちで吸い上げて、エンジン始動に必要な電力を作っていくっていう形になってます。他のジャンプスターターではリチウムバッテリーを使っていて、事前に充電しておかないと使えないというものが多いんですけど、オートウィットはこの点が優れてます。しかもリチウムバッテリーなしなので、発熱だったりとか膨張の心配もないですし、性能が年々劣化するスピードも遅いみたいです。スーパーコンデンサの寿命はだいたい20年以上と言われてますので、耐久性にも優れてます。また環境温度にも強く、マイナス40度から70度まで対応できます。アウトドアにはもちろんなんですけど、非常用として真夏の車内にずっと積んでいても OK です。ひとまず説明はこのぐらいにして、実際にバッテリーが弱い原付がありますので、そちらで実験していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ホップステップジャンプスターター。はい、それでは早速実験していきたいと思います。今回はですね、私が長年放置しているこちらの原付があるので、こちらで実験していきたいと思います。で、原付でやるんですけど、車のバッテリーと構造は変わらないので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。この原付はですね、今回このセルでやってもエンジンがつきません。で、今回このオートウィットさんのバッテリーを使ってつくのか実験していきたいと思います。つなげるときは一応グラスの赤からつなげてください。メーカーさんはどちらでもいいと言ってるんですけど、一応私は赤からつなげていきたいと思います。では早速つなげていきます。こっちの本体とつなげるときは一方方向でしか刺さらないので、刺し間違いもないです。今度はこのスタートボタンを押します。そうすると、このバッテリーに残ったわずかな電力を一旦こっちにして、再始動するだけの電力を作ってくれます。この準備ができたらアラームでお知らせしてくれます。その後10秒間のカウントダウンが始まりますので、車の場合はその間に運転席に行ってエンジンをかけます。スタートします。
けど、この原付のバッテリーが少なさすぎて使えなかったので、一回ここで本体を充電してからもう一回やってみたいと思います。シガーソケットからも充電ができますので、一旦こちらで電力を充電していきたいと思います。はい、今充電が開始されてます。結構早いですよね。本体充電して 2,3 分でもう 100% になりました。これで多分できると思うので、早速実験し直していきたいと思います。吹かしてもアイドリングが一定にできてます。これが確認できたら、あとはマイナスの方から外して終わりです。こちらですね、 USB 電源からも充電ができるので、こちらでも充電してみたいと思います。というわけで、今回はオートウィットのジャンプスターターの紹介をさせていただきました。これ本当に優れてますよね。耐久性や長寿命っていうのもいいなと思ったポイントですし、いざという時はこのくらい高スペックだと助かりますよね。では最後にセットの内容を確認していきたいと思います。まず本体ですね。で、こちらのクランプセット、シガーソケットケーブルに USB の充電ケーブルです。こちら取扱説明書なんですけど、しっかり日本語表記で書かれているので安心です。で、あとこの専用ケースですね。非常用にはもったいないくらいおしゃれっていうのと、これなら車に積んでても見劣りしないデザインになってます。値段はですね、 Amazon でだいたい 1万5000円くらいでした。決して安くはないんですけど、20年以上耐久であるっていう点だったりとか、女性でも簡単に操作できるので、いざという時のことを考えればコスパはいいのかなと思います。 Amazon のリンクを説明欄に貼っておきますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。こんな感じでヌヌハクファクトリーでは愛着ランを中心にカーライフに関するトータル提案をしていきます。いつもいいねとコメント本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひ通知ボタンと一緒に登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバイ。非常用にはもったいないくらいおしゃれっていうのと、これなら車に積んでてみょこれなら車に積んでても見劣りしないデザインになってます。